吉春です。元気かな？昨日まで雨降ってたけど今日はちょっと晴れたのでここでやってます。まあ晴れたって言ってもね、曇ってるけど、昨日2ついいことがありました。1つはね、僕が前に未来少年コナンの歌を歌ったの見た人いるかな。そしたらね、未来少年を歌ったゴスペルシンガーの凪優子さんがコメントをくれました。そしてすごく褒めてくれちゃって超嬉しかった。ありがとうございます。それからね、もう一つは、以前僕が何らかの理由で学校に行けなくなってしまった中学生たちに勉強を教える施設で歌いに行ってたことがあって、その時の子が連絡をくれました。すごく嬉しかった。そしたらね、今子供たちのための施設で働いている社会人1年生なんだって。嬉しいね。なんかね、僕もそんな子だったんだよね。で、その子たちの気持ちがとってもよく分かったし、その子たちに幸せが来るようにっていつも思ってた。そんな風にして連絡くれてすごく嬉しかった。で、僕のオリジナルの曲が大好きだったんだって。だから今日はオリジナルの曲を歌います。藤野キッズシアターのために作った歌で、ハグハグハグっていう歌があります。これはね、お芝居の中の曲だとして作ったんだけれども、ある少年が友達がいなくて寂しくて裏の神社に行ってめちゃくちゃな言葉をわめいていたら、いつの間にか不思議の世界に通じてしまって、そして妖怪3人と友達になるというお話なんだけれども、人は見た目で判断する。だけれど付き合ってみたら意外といいやつだったりするかもしれない。それでも喧嘩したりしてすごく嫌なやつだって思うこともあるかもしれない。そんな時は僕がどうするかというと、その人が赤ちゃんの時のことを想像する。赤ちゃんの時はみんな可愛かった。そして今コロナでみんなと触れ合わないようにしてるけど、心はいつも触れ合っていたい。だからこの歌を歌います。ハグハグハグ。いくよ。
赤いほっぺに歯、俺もお前も赤い